モビリオは、ホンダ技研工業が生産、販売しているミニバン型の小型乗用車。初代は、キャパの後継者として、初代フィットをベースとした、グローバルスモールプラットフォームを使用した7人乗りのコンパクトミニバンである。ヨーロッパのユーロトラムをモチーフにした斬新なデザインで、車を生活道具として使いこなしたいと考える顧客をターゲットに、 全長が約4メートルというコンパクトボディながら、ショートノーズ化と低床のパッケージングにより、コンパクトミニバンとして、初めて3列シートの7人乗りを実現しながらも、1705ミ、mm、リメートルの前高からなる1360ミ、mm、リメートルの高い室内高により、背の高い荷物や、約2.6メートルの長い荷物も、積載可能な多彩なシートアレンジが可能である。後席のドアは、 狭い場所でも乗り降りしやすい左右両側にスライドドアを採用した。車種は初代フィットと共通のプラットフォームを使用しており燃料タンクを前席のもとに配置している。インテリアは大きなグラスエリアにより室内空間の広さと開放感を持たせるものでドアガラス過端を低い位置に設定して小さな子供でも外の景色が楽しめるように工夫されている。 スライドドアの窓は、一般的な上下スライドのパワーウィンドウではなく、手動チルト式を採用している。居住性だけでなく、走行性能や、経済性においても評価が高く、特に女性ユーザーの支持を得て、ファミリー層を中心に販売された。当初搭載されるエンジンは、L15A 型直列4気筒、サイチェシ CI DSI8 バルブ1.5リットル、 のみであったが、マイナーチェンジの際に、サイチェー1 6バルブビテックが追加された。なお、使用環境により CVT のスタートクラッチがジャダーして、発信時に異常振動を起こすとして2010年に、保証期間が延長され、CVT オイルまたは、当該クラッチの交換が、販売店にて実施された。2008年で、フリードの登場で一度生産、販売を終了していたが、 2010年代以降は、東南アジア向けの戦略者として2代目が登場した。2001年10月26日、2001年12月21日、2002年12月20日、2003年5月15日、2004年1月16日、2005年9月1日、2005年12月15日、2006年7月20日、2008年4月2008年5月29日。 モビリオアルマス2013年9月19日、インドネシア国際モーターショーにおいて、アジア新興国向けのプロトモデルが公開され、2014年1月より、インドネシアで販売を開始した。インドネシア国内で、ニーズの高いマルチパーパスビークルで、直列4気筒1.5リットル I、ビテックエンジンを搭載した3列シートで7人乗りの車両である。タイとインドネシアの研究所が、 共同開発した。道路環境を考慮し、最低地上高は 189mm を確保している。2014年インドネシア自動車専門誌で最も権威のあるオートモティフアワードカーオブザイヤー2014を受賞した。生産はインドネシアの PT、ホンダプロスペクトモーターの新設された第二工場で行われる。2014年の生産目標は、 新車効果を見込んだ上での10万台。インドネシアにおけるホンダ車の最多販売車種となる見込み。2014年7月23日、インドで販売開始。1.5リットルディーゼルエンジン仕様やスポーティグレードの RS も設定。RS には専用エアロパーツ、プロジェクターヘッドランプや LED デライト、15インチタイヤ、内装ではデザートリムなどが用意される。 2014年9月12日、大市場への導入を発表。アユタヤ工場で現地生産される。2017年1月13日、インドネシア仕様をマイナーチェンジ。外観ではヘッドランプやフロントグリル等、内装では前列シート等が刷新された。2017年5月9日、大仕様をマイナーチェンジ。2017年7月、 需要低迷により、インドでの販売を終了。初代二代目、ありがとうございます。